今日ですね KED の17番、楓、ちっちゃい楓なんですけど、ちょっとね手入れしていこうかなと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。今日触っていくのは KED の17番でございます。とったところでこんな感じの小さな楓でございます。ちょっとね春から枝徒長してきて見た目が悪くなってきたね。で枝もキュンキュンと走っております。まあ枝詰めましょうか最初は。まあ、必要だったら枝伸ばしてもいいんだけど、いらないって分かってるところは、確実に分かってるところはもう切り詰めちゃいましょうか。一旦ね、まあ、できれば一節残しで切り戻すのがいいんですけど、一旦ね、一旦ここで落としといて、後でまた細かいとこ見ているときにさらに切り戻すっていう感じでやっていけばいいのかなと思います。はい、とざっとざっと切り戻しました。細かいとこ行こうか。先端の方なんていうんだ、上の方のね徒長してるやつもちょいちょいと戻しときました。これで徒長枝はもうないかな。よしよし、はい、こんな感じでございます。とこれでも姿が見えません。この枝がね、なんていうんだろう、こっからこう伸びて一回こっちに行きかけた枝がこう右に伸びていってる感じ。これがちょっと流れが悪いなという感じするんですよね。こうやっちゃうか、針金で持ってっちゃう。それこれなんか、これ邪魔だね。これなんだろう、こいついるのか。枝元の方から出てきてるけど、こいつ自身はいらないね。こいつ落としましょうか。ギリのとこまで遡って、こりゃちょっとこれで見栄えが悪いというか幹の流れが見えない。ちょっとさ、ピンボケしてんだけど切りづらいんですけど、あ、切れた。はい、ちょっと汚くなっちゃったけど切れることは切れました。でこんな感じ。あ、これがなくなったら少し流れが見え始めたか。針金巻いてもいいかな。もうちょっとこれこっち側に倒れてくんないと、ちょっとバランスが悪いですね。倒れたところでちょっとこれと高さが同じなのがいまいちだな。なんかこの枝いまいちだな。どうにかならんもんか。ならんね今のところは。であとはね、ボディを隠してる枝がね、この辺り、この辺りの枝がね、ちょっと個人的に好きじゃないんで、これも切り戻すか。ちょっともったいないけど、これがなければね、すっきり見えるはず。ほら、行っちゃったよ、低いところの枝。はい、これでボディの流れがすっきり見えるようになりました。完璧っすね。ここ正面で、まあ、なんならこいつを落としてもいいですけどね。ここなんか最近相関樹形多くてね、取り木物はやっぱどうしてもこれが残っちゃうんですよね。これ落とすかそのうち。あーってなれば犠牲だとして一回走らせてもよかったですね。そういう考え方もあるのか。まあ、今後に生かしましょう。こいつ走らせるか。そのまま放置して走らせて、足元太らせるだけ太らせて、秋の終わり頃、今年の冬あたり感情姿にするときに落とすっていうのはありかもしれないですね。うん、それがいいかもしらん、うん、で裏から見るとこんな感じ。はい、ボディの見た目的にはちょっとこっちの方が一見ね綺麗に見えるんですけど、横から見た時にこのボディの流れがこの状態だと一回右に流れて左に行く、右に流れて左に行く、要はこっち正面なんで手前にお辞儀してる感じなんですよね。ボディがこっから見ると手前側に倒れてる。なのでこっちを正面にしちゃうと、あの腹出っ張りというかちょっといまいちいけてないんで、どうしてもこの角度だと
この曲がり、この足元の立ち上がりの曲だとこっちが正面になっちゃうのかなという気はしています。でこっち正面にした時にあと手を入れるべきはこの葉っぱ落とすでしょ。とりあえず邪魔なんで。どっか行った、どっかに消えた、マジで消えた、いた、ええこれに乗ってる、乗ってる、えどういうこと。よし、見失った、今切った葉っぱを見失いました。どれだ、これじゃないね。いやー悔しい。なんでこれ、これか、あこれだ、こいつか、なんだ、おりゃりゃりゃ、はい、お見苦しい姿を見せてしまいました。でこうね、でこの辺の枝は1の枝として構成してもらいたいんで、まあこの辺は伏せるでしょ、これね2本伏せて、ほっとくと上向いちゃうんで伏せてこうしたいでしょ。で右に出る枝が欲しいんだけど、右に出る枝は、まあ、この辺使えばなんとかなるでしょう。出どころいいやついるかな、これとか使えそうですね。この目、ここハサミの先、この辺にあるやつは使えそう。こいつでこれがちょっと邪魔なんだよな。これがなければ少し枝元ボディの周りがすっきりする。これやっぱりいらんかったね、片方さっき落としたんだけど両方いらんかった。でここ落として、ここ、この芽が右に伸びる枝を構成してもらう枝元ですね。でこいつは裏枝、裏枝を作ってもらう、これこれ、この枝ね、こいつは裏枝に行ってもらうんで残す。でこれ右の枝大事で、あと樹幹部っていう感じか。これで樹高がどれぐらいだ、さてさて、なかなかいい感じになってきたぞ。これで樹高が9センチくらいかな、9センチくらいなんで、いい感じですね。こっから枝がしっかり、この薬枝が生え揃ってるんで、あとは早いかなという気はします。上はもうぎっちり詰めちゃって良さそうですね。切り戻します、徒長枝をドン。あとこいつも切り戻します、これもいっちゃいます。こいつもいっちゃいます、あとこれもね、これも一節目まで切り戻します。こいつもいけんのかな、ここ残してみるか、ちょっと、よし。でこいつも先端を止めておきます。はい、樹幹部の方もね、枝をしっかり第一関節もしくは第二関節まで切り戻したんで、かなりスカスカになりましたね。上から見た時もこんな感じ、スカスカな部分が多く見える。ただ切り戻したんで、ここからまた枝吹き直してくると思います。そいつらで少しずつ枝分かれ作っていければなといったところで、この枝下ろしましょうか。針金取ってきます。はい、針金取ってきました。これが1ミリの針金でございます。針金切りを使わない邪道な切り方ですいません。はい、これで1の枝から生えてる、この徒長してるこの2本の枝を伏せようかなと思います。まずは針金巻いていきます。はい、針金2本巻いときました。こんな感じね。で1の枝を下ろしていく、ちょっと軽く静止かけていきましょうか。伏せる程度でね、下ろしときます。はい、こんな感じで1の枝伏せときましたと。裏から見たらこうね、ちょっとバランス悪いか、まあ折れても困るんでこの程度でやめとこうかな。はい、
で今後の課題としてはこれちょっとな悩ましいね、ちょっと生えどころというか枝の向きが難しいんで、もしかしたらこれをぎゅーっと今年伸ばして最終的に樹幹じゃない冠樹姿になる時にバーン落として、でまあこのこっちを主幹として、総幹じゃなくて単幹でやっていってもいいかなという気はしています。でこの辺から生えてきてる芽たち、いいところから出てるやつあるんで、この辺で右の方の枝少し構成していければなと思います。樹幹部の方はまあちょっとねここ単調ですよね、この流れ、こっからここに行く樹幹部までのこの流れが単調でいまいちなんで、もしかしたら立て直すかもしれない、どうなるかちょっと分かんないですけど、ここバシッと切り戻す可能性はゼロじゃない、ただそれは今じゃないので一旦そのまま置いとこうかなとは思っています。はい、これ針金巻いたけどこの空間すげえ気になるな、ミスったね、針金かけ。まあいいか、まあいいや、気にせずやっていきましょう。あとは大きい傷が正面にできちゃったんでこれだけ埋めて終わりにしましょう。いいよ、カットパスタのペーストでございます。カットパスタもね残り少なくなってきましたが、最後まで使い切ろうかなと思います。カットパスタあるあるかもしれないですけど、この蓋、これこの先に蓋がついてたんですけど、これ切れますよね切れてなくなりません、この蓋で、これ弁当の串です。きゅうりとかハムとか刺さってそうな串をここに刺して蓋の代わりにしています。だいぶ減ってきたね、あとこんぐらいかなと思うんで、中身しっかり使っていこうかなと思っております。ということで楓の14番一旦手入れが完了しました。ここから吹き直してまた元気の姿を見せてくれたらなと思います。じゃあ本日の作業は以上です。はい、作業終了でございます。ということで KED の17番、こんな感じになりました。まあまだまだですね、ボディも細いし若いし枝も全然できてないんでまだまだなんですけど、こっからね、まあ、枝ができるだけでもかなり変わってくると思うんですよね。枝ができてこの何て言うんだろう、姿が見えるようになってきたらかなりこの小ささでも威圧感みたいなものは出せると思うんで、しっかり枝作っていければなと思います。悩ましいのは総幹のままいくのか単幹にするのかっていうところだと思うんですけど、どうしようかなっていう感じですねまだちょっと悩もうかなと思います。一旦この右に流れる枝が本幹の方から出来上がるまでは、できてくるまでは最低でも下の方の枝、子供になる方の枝は残しておこうかなと思っております。まだ総幹でいくよっていう話、時が来たらもしかしたら単幹になるかもしれないっていう話でした。じゃあそんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。